さあ皆さん始まりました。11月の8日、今が16時21分、いつも通りマーケットの分析を始めるんだけども、今日日経平均続落ですね。まあ、100円ぐらい下がってきたと、昨日と合わせると大体まあ500円超下がってるような形なんだけども、まあ、全体的にね、乱高下、上げてる銘柄上げてるけど、下げてる銘柄結構下げてた。まあ資源関連も弱かったし、はい。まあ、その他にも IHI であったりとかね、バンダイナムコであったり、東海カーボンとか電化とか、まあ、そこあたりも決算後ちょっと急落してたりしますよね。なので、現状のマーケットの動き、どういった状態なのか、今後の注意点、まあ、年末に向けてのポジション形成ですね、そこあたりの解説を徹底的にやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、僕に関して言うと、ちなみに2013年から7年間証券会社に勤めていて、最終本店まで行ってます。で、ボーナス狙ってね、毎年社長賞を取ったり、実務経験はしっかりと積んできてるので、そこあたりを踏まえた上で、これからの話、よかったら参考にしてもらえると嬉しいです。皆さんよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。あと、メンバーシップでね、テクニカル分析の勉強会もやってるので、もし今以上に力をつけたいって人がいたら、そちらも検討してみてくださいという流れで、さあやっていこうか、日経平均。まあ、105円下落ですね。PR15 倍の日経平均の理論値かな。そこがちょっと目先効いてるような感じです。32,708円が PR15 倍の時の日経平均の理論値なんだけども、で直近窓を3区開けてたんですよね。はい。窓を、まあ、冷やしと冷やしの間に空間ですね。これ窓って言うんだけど、1つ、2つ、3つ。これ3区形成って言うんだけども、3区形成した後は、一旦その窓を埋めるような動きをしがちなんですよ。で、今日ね、直近上げた窓を一旦ね、閉めに行ったっていう形かな。で、ストキャスティックスはまあ中途半端で、RSI に関しては、このね、上値の抵抗ラインまで一旦落ちてきたんですよね。で、ここで反転上昇してくるならいいんだけども、ここの下のラインを割ってくるならば、RSI の下値抵抗ラインかな。そこをちょっと意識して見ておかなければいけなくなったりするかなと思ったりもする。で、MACD に関しては上昇トレンドですね。まあ、ゴールデンクロスを形成してると。で、直近で、ね、皆さんにね、言っていた通り、売り上がっていきましょうという形で、まあ、言ってはいます。ちなみに。なんでかっていうと、年末にもう一回ね、谷間日経平均形成してくるかなというふうに思ってるからですね。まあ、ちなみに日経平均のこのね、今回の上昇に関しては、例のあのサインが点灯した関係で上がったよね。で、それが点灯すると上がるよねっていうふうに皆さんに言ってたので、短期的にはね、ここの上昇に関してはうまく乗れてね、利益つながってるんですけど、僕ももうここあたりで買ってるからね。はい。結構ね、今回、かな、ここの上げ下げ、上げ下げ、上げに関しては結構ね、当てることができたんでよかったなというふうには思うんだけども、ただね、最後ね、これね、年末に向かっての下落、これがね、当たったらパーフェクトなんだけど、外れてほしい予想でもある。で、なんでね、谷間を年末作ってくるかっていう、まあ予想してるのかっていう理由ですよね。それはね、6月、7月日経平均高値つけてるからですね。で、6月、7月に、信用取引で日本株を買った人たちは、半年後には必ず売らないといけないんですよ。6月7月の半年後が年末年始ですよね。そこに損益通算最終月12月税制上の売りが出やすいっていうのが見事に一致して被ってくるんですよね。要は信用の高値掴みの投げ売りであったり税制上の売りが、まあ、年末に出てくるかなっていうふうに思ってるので、なので12月相場よや予想してるし、それに向かって売り上がっていきましょうね。実利を一部吐き出しながら、持ち越すものは持ち越すみたいな感じで、来年相場に向けてポジションを形成した方がいいよねっていう風に皆さんには言ってるんだけども、ここはね、ただね、谷間作ったらワンチャンバーゲンセールの可能性があるので、そこはポイントですよね。で、なんでこういった予想してるのかっていうと、日経平均は日本株今需給悪いからなんですよ。信用取引で買ってる人めちゃくちゃ多いんですよね。で、そういった状況で年末安を形成した年が2年あって、2018年と去年なんですよね。去年2022年ですね。8月、9月トップ取って、10月ボトムつけて上がって、11月、12月の半ば、15日ぐらいから急落。年末年始、損益通算最終日に向かって下がって、そこから V 字回復ですよね。で、もう一箇所、2018年相場。ここも需給が悪かったんですけど、年末年始に向かって大暴落したんですよね。2018年。はい、ここもまあ10月頭取って下がって上げて下がってして、12月の15日ぐらいから一気に日経平均ドーンって下の方に突っ込んでる。で、年末年始ボトムつけて損益通算最終日にね、ぐらいに。で、そこからの V 字回復なんですよね。
さっき言った通り、今言った2018年、2022年、共通していることが何なのかっていうと、需給が悪いっていうところなんですよ。で、そこを見る上で重要なデータがあって、それが日常合計の信用倍率って言われるデータなんですよね。で、これがそのデータです。で、最新のデータが昨日出ていて、11月の2日の週ですね。この日に、マーケット全体の売り算は7113億積み上がってるんですよ。それに対して買いが3兆8869億。売りよりも買いの方が 5.46 倍多くて、信用評価損益率はマイナス 9.31%。で、これね、多すぎます。明らかに。多い。3兆円とか4兆円近辺まで直近上がってたんだけど、明らかに異常な信用買いが入ってるんですよ。で、こういった状況、需給動向になると年末安が形成されやすいというデータがあるんですよね。なので、よかったらね、この日常合計の信用改ざんの推移と、日経平均の年末安になりやすいかどうかっていう推移ですかね。そこをよかったら目視で、比較チャートを使って、まあ、もしできる人がいたらね、確認しておいてほしいんだけども、なので僕はね、やっぱその年末安っていうのは結構警戒している。だからね、今11月上がったとしても、そこから一本調子にグーって上がっていくんじゃなくて、一部ずつ利益確定売りをしながらワンチャン来るかもしれないバーゲンセールに備えた方がいいんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。で、なんでその年末バーゲンセールなのかって言ってると、2018年と2022年年末年始ボトムつけましたよ。ただその後 V 字回復入ってるでしょ。なんでかっていうと、投げ売りだからですよ。税制上の売りだからですよ。ここあたりは要は株のバリエーションを度外視した売り、投げ売りになるので、はい、もう安くでも売ってくるんですよね、一旦。ということは、もともとその割安だった銘柄がさらに割安になってくる可能性があるから、そういったところを拾っていくと、やっぱチャンス、やっぱね、投げ売られてね、安くても売らざるを得ないっていう状況の中で売られてるようなやつは、買ったらね、その後上がってくる可能性高いじゃないですか。適正価格よりも大きくバリエーションが下回ってるやつはね。なので、そういった銘柄を今のうちにスクリーニングして、年末どの銘柄下がったら買おうかなっていうのを、今の段階から監視銘柄のリスト作ってからね、作ってもらったらいいんじゃないかなというふうに思う。で、特に6月、7月高値取ってる銘柄ね、そこから今下がってボトム圏内をうろちょろしてる銘柄結構あるじゃないですか。そういった銘柄が特に対象。はい。もちろんこの状況の中で高値を取ってる銘柄もあるんだけども、6月、7月高値で全然そこまで戻ってない銘柄いっぱいあるじゃないですか。そこは最終ね、損益通算までちょっと値動き重たいかなと。特に需給が悪い銘柄。はい。っていうふうに思うので、そこはね、しっかり押さえておいた方がいいかなっていう感じかな。で、今日経平均の理論値とか、まあその他のデータも一回確認していくんだけども、まず見ていくのが日経平均のデータですね。はい。11月7日、今日のデータまだ出てないので、昨日時点なんだけど、この時点での日経平均の一株当たり利益、EPS、これが 2180.53 円なんですよ。まあ、直近上昇基調ですよね。2068円からぐーって上がって、ここでは異常値。一気に 2077.69 から2157円にぶち上がってるんだけど、で、これかけることの PR で、さっき言った理論値っていうのが求められるんですね。で、PR15 かけてもらうと 32,708 円。今回日経平均頭取ったあたりかな。で、PR15.5 倍かけると 33,798。PR14.5 かけると 31,618 円っていうのが出てくる。で、直近理論値が大きくぶち上がってるわけですよ。要は掛け算なんで EPS が一気にドーンって上がったら、理論値はもちろんプッシュアップする。はい。数日前見ると 31,165 円だったところが、今 32,708 円になってるわけですよ。要はその、これ1500円、600円ぐらいで日経平均の理論値が上がってるんですよね。要は、決算の中身は結構良かったんで、目先の割高感が若干修正されてるような状況。なんだけども、ただ PR16 倍までもし上がるようなことがあるなら天井近辺にまたなり得るので、その段階では売りの手を入れた方がいいかなっていうふうに思います。で、レーターで11倍から16倍まで取る。これ鉄則でしておいてほしいんだけど、なんでなのかっていうと、これ日経平均のレンジなんですよ。だいたい過去の平均、まあ、過去の動きを見ると PR11 倍から16倍のレンジ内で日経平均っていうのは動いていて、11倍までぐらいまで下がったら買い出動、逆に16倍まで、タッチしたら、天井近辺だよねっていうのが、まあ、見て取れる。だから僕はPR16 倍のラインで、その段階でも買いの手はストップして逆に売ってたっていう状況なんですけどね。そこは付随するところで覚えておいてほしい。
で、日本株の過熱感はじゃあ実際今どうなのっていうところですね。はい。こんな感じですね。日経平均、日本株の過熱感に関しては。11月の8日時点での騰落レシオを見ると、6日の分だけは過熱を示してるんですよ。で、騰落レシオっていうのが何なのかっていうと、日中値上がり銘柄数と値下がり銘柄数から求められるデータです。120を超えると過熱気味。80を下回ると売られすぎ。過熱感を示しているのは6日だけ。その他はフラット。25、15、10日。まあ、120超えてるわけでもないので、そこまで過熱感はないかな。直近ね、11月の6日に、短期的にね、ものすごい6日が過熱したんですよ。あと10日に関してもね。なので、その修正が目先入って、まあ、短期的に下がってくるかもねっていうのをこの時にデータ使ってから話したんだけど、今実際修正が入ってますよね。なので、ここあたりは、特に重要な25日が120を超えてくるようなら、ちょっとアラートなるんだけど、今のところね、その過熱感は修正、是正されてきてるかなっていう感じかな。そんな感じです。じゃあ、一旦ね、日経平均のデータに戻るんだけども、まあ、さっき言ったプロットの仕方、まあ、データの求め方っていうのは分かる通り、この通りですね。で、この4番に関してもね、どうなるかですよね。2018年みたいな形になるなら、この後に、ドンなんですよ。要は、すっごい難しいんだけど、あってほしくない予想なんですけどね。こう、小刻みに、ここをね、10月25日ボトム取って、11月の9日まで上がって、今でしょ？で、一旦下がって、また上がって、下がってっていう、このジグザグ形成してる段階で、その後ドーンって来てるんですよ、12月の後半に。10月ボトム、10、12、11月7、まあとりあえずこっちにしとくけどね、理論値上げたから。とりあえずイメージとしてこういったジグザグを形成して年末に向かって、まあ、こういった谷間を作ってくるかもしれないねっていうのは押さえておいてほしいところかな。で、それに付随するところでやっぱし12月の15日、そこあたりは注意。なんでかっていうと、来月日本とアメリカのメジャー SQ 州ですからね。メジャー SQ 州。SQ ってのが何なのかっていうと、先物の期日の入れ替えなんですよ。要は、前買ったものを売って新しいものを買うっていう、その期日の入れ替えが起こるんですね。先物でね。で、そこが要は乱高下しやすいっていうところがあって、2018年、2022年も、だいたい15日ぐらいから下がってるじゃないですか。もうそれ、メジャー SQ に被ってから大きく売り込まれてるような状況なんだよね。で、それかけることでやっぱしビックス。今回の急上昇のサインですね。それが、それの元になったデータを見ておいてほしいんだけど、今回の上昇はね、結構、上げ下げに関してはすごい楽勝あった。なんでかっていうと、このビックストレードを熟知してるかどうかですね。これ市場の不安心理を表す恐怖数、ビックス指数と言われているもので、アメリカのもの、S&P500 のものになるんですけど、機関投資家がオプションでヘッジをかければかけるほど、ビックスは急騰、株は急落。逆にビックスが急落すると株は急騰しやすいという傾向がある。ただ、この日足チャートだけ見ると、足りない。MACD、ここのトレンド転換が全ての起点。8月の25日、デッドクロス形成。これ上昇のサイン。ビックスと MACD、ゴールデンクロス形成。これ上昇のサイン。下落のサインです。上昇のサインが灯ったのが8月25、9月20日に下落のサイン。10月の10日、上昇。10月の19日下落、10月の31日上昇、サインが点灯ですね。デッドクロス。じゃあ、これに対して日経平均はどうなのっていうところを見てほしいんだけど、もうほぼ一致ですよ。てか一致。うん、8月25日、ビックスのマックディ、デッドクロス形成して上昇、ゴールデンクロス形成した9月20日下落、10月の10日上昇、10月の19日ゴールデンクロス形成下落、10月、11月の1日、デッドクロス組んだんで、そこから上昇。はい。この流れですね。これ必ず覚えておいてほしい。なので、ほぼほぼこのビックスのトレンド転換、MACD のトレンド転換と日経平均っていうのは、やっぱ連動してるっていうふうに言えるんだけど、だから当て切ったんだけどね、今回ね。過去のライブであったりとか、ザラバ中にポストした X とか見といてほしいけど、もし時間ある人がいたら、まあ、過去はその日に呟いてますから、売った買ったっていうの。で、要は何が言いたいかっていうと、次、ビックスの MACD がゴールデンクロスを形成するような動き方をしてくるならば、注意ってことですね。はい。そうなってくると、まあ、上昇の兆しが少し出てきている可能性があるので、で、それかけることの SQ 集なんですよ。要は、ビックスと MACD、ゴールデンクロス形成したまんま、
S 九州に突入すると、その S 九州が荒れやすいっていうデータがあるんですよね。で、その関連動画に関しては、この動画を最後まで見てもらうと、画面にサムネイルが4枚ドーン出てくるので、そのうちのその一つ、爆撃戦略3っていう動画を見てほしいんですよ。そこにより詳細な解説をしてるから、よかったらね、最後まで見ておいてほしいんだけども、なのでその際今のところ点灯してないね、目先の修正だけで動いてほしいなっていうところはある。ただ、乱高下。今回の決算は、それは、やっぱし皆さんに前から通達してる通りですね。なんでかっていうと、やっぱ需給悪いからね。マーケット全体だけじゃなくて、個別銘柄ごとにも需給悪いんで、やっぱしいまいちな決算が出てくると投げ売られるような銘柄が多い。逆に上昇する銘柄上昇してるけど、両極端ですよね。で、今回、日経平均の上下に寄与した銘柄はどこなのかっていうと、1位ファーストリテイリング 1.22% 上がって日経平均を42円相当押し上げました。アドバンテスト、リクルート、任天堂、横川電機。まあ、ここあたりがトップ5。で、下落トップ、ソフトバンクグループ、2.94% 下落。はい。もうここ破綻の問題、ウィーワークの破綻の問題かな？出てるからね。うん。で、バンダイナムコ、ファナック、トヨタ、信越化学。ここあたりが下落強度トップです。で、バンダイナムコに関しては今回 6.8% 急落してるんだけども、これ決算後の動きですね。投げ売られてるんですよね。大きくね。で、やっぱし今日もね、個別銘柄の動き見てもね、結構乱高下してたよねって感じですよね。下がってるところは下がってた。まあ、任天堂とかは、まあ、逆にね、決算後に上がったりとか、まあ、リクルートも直近強いですよ。レーザーテック、M3 であったり、アドバンテストも決算後暴落したけど、そこから V 字回復。マーケット全体の、まあ、エネルギー、日経平均の上昇に助けられましたよね。日経平均への強度結構高いから、やっぱし。ただ、反面、下がってるところは、まあ、住友であったりと、住友金属鉱山であったり、トヨタであったり、まあ、トヨタ若干ね、下がっちゃうんですよね。ファラックであったりとか、自動車関連も全体的にちょっとその今日下がってるんだけど、海運株続落です。川崎線下落方向にバンド奥州、まだ止まるような兆しは出てない。日足がボリンジャーバンドの下の青のラインに沿って下がる強烈なバンド奥を下落サインを形成しているので、バンド奥は下の青のラインから日足が離れるような動き、日柄調整が入ってから、パラボリックマック D が上昇トレンドを形成すると、ボリバーの中央線25日前の軌道修正が入りやすいんだけども、そういった動きはまだ出ていませんと。で、石油関連かな。エネオスであったりとか、出光興産であったりとか、ここあたりも下がってる。はい。なんでなのかっていうと、やっぱその WTI 原油が今 77.22 ドルまで下落してるからですね。なので、資源関連銘柄、商社もそうだよね、今日ね。言ってしまうと。はい、続落ですね。伊藤忠商事、まあ伊藤忠は強いんだけど、三菱商事であったりとか、丸紅も下がって、双日も下がって、ね、三井物産も、まあこういった風に下がって 3%、まあエネルギーのウェイト大きいんで、三井物産に関しては。商社株も全体的に弱かったなーって感じかな。で、ゲーム関連で言うと、さっき言ったバンダイナムコ。まあまあ、ここは下にストーン下がってて、逆に、決算の利益率が改善したスクエニに関しては 5.6% 上がったりとか、まあ、かなり両極端な動きにはなってるんじゃないでしょうか。まあ、予想通りですね。で、IHI も、今回下がってる7013。ドーンってね。なので、一本調子にはいかないと思うんだよね。投げ売りが入る銘柄は、ストーリー通算最終月まで、日に向かって、やっぱしまだ押しやすい試合が続いてくる可能性があるので、そこはね、機動的にやった方がいいですね。短期でやるのか、長期でやるのかっていうのをしっかりと分けて、バリエーションをしっかりと見る。で、バリエーション度外視した売りが出てるなって思うんだったら、要は高値、買ったところが下がったとしても、また買えると思うんで、そこに高配当利回りってところがついてくると、まあ、なおいいと思うんですけどね。はい。まあ、そういった風に思っててほしいかな。で、ドル円に関してはちなみに150円の70銭台まではまた上がってきてると。じゃあ日本の金利はどうなの ?0.845% まで低下。金利が低下してるっていうことは、もちろん銀行株も弱いということですね。三菱 UFJ、三井住友であったりとか、リスナーホールディングスであったり、まあ、銀行株全般的に下の方に突っ込んできてると。まあ、決算近いんだけど、ここあたり。荒れてるよね、まだまだね。上がってるやつは上がってるけど、いいところだけフォーカスしてもしゃあないんで。で、日本の金利が下がってます。じゃあ、アメリカの金利はどうなの？はい、2年債利回り、5年債利回り、10年債利回り、20年債利回り、一旦下落が少し一服して日柄調整が入ってるような形かな。まあ、特に日本の金利が下がったところが、円安っていうところに少し進んでしまってるような感じがするよね。で、
ドル建ての日経平均、じゃあ外資から見た、海外投資から見た日経平均はどうなのかっていうと、200日移動平均線ラインにビタ止め状態です。これ何なのかっていうと、ドル建ての日経平均、日経平均割ることのドル円、海外投資家が見ている日経平均はこれなんですよ。で、明日最新の投資主体別売買動向が出てくるので、そこで海外投資家が先週買ってたかどうかっていうデータが出てくるんだけれども、200日まで上がってるんだよね。で、ここで下がってるんですよ。要は日経平均のチャートを見るのもいいんですけど、このドル建ての日経平均が200日移動平均線を超えてくるかどうかを見ておいてほしい。超えてくると、もう一本ね、さっき言った PR15.5 倍のラインぐらいまで日経平均上がってくる可能性もありますよね。200日超えるかどうか結構でかいと思う。やっぱ順張りだから、海外勢は。上がったら買うし、下がったら売るわけでしょ。で、200日って一本そのやっぱしトレンドの転換点として成り立つので、ここかな。で、日経平均以上に今日下がったのがトピックス。1.16% 下げですね。はい。トピックス。要はその後輩と銘柄が全体的に弱い試合が形成されてるんですよ。もうわかる通り、ほら、やっぱ資源株も売られてるし、自動車も下がってるし、銀行株も下がってるじゃないですか。NT 倍率。上昇ですね。これ何なのかっていうと、日経平均割ることのトピックス。分子が日経平均、分母がトピックスなんですよ。イコール、こういうことです。上がると日経平均優位で、下落するとトピックス優位。上昇すると日経平均への寄与度の高い銘柄が、パフォーマンスが良くなって、下がるとトピックスへの寄与度の高い時価総額の大きいバリュー株、高配当銘柄のパフォーマンスが良くなるっていうふうに判断できる。中で上がっちゃってるんで、今日経なんですよ。トピックス寄りじゃないんだよね、流れがね。で、5日と25日のゴールデンクロス形成も入りそうだから、今どっちかっていうと日経平均への寄与度の高い銘柄を持ってないと、パフォーマンスが相対的にアンダーパフォームしちゃうよねっていう、そういった試合になってるかな。で、マザーズ、今日 0.51% 反落ですね。まあ、直近急騰したんでね。その揺さぶりがちょっと入ったかなっていう状況かな。じゃあ、ここあたりもひっくるめて、米国株の昨晩の動きを見るんだけども、続投です。56ドル高。米国株は上がってると。S&P500。はい。まあ、5日と50日移動平均線とのゴールデンクロス入りそうで、一目の雲の中に入って、トレンドの転換ライン入ってますよね。で、ナスダックも 0.9% 上がって、5日と50日のゴールデンクロス形成近いですよ。ソックス指数も 0.77% 上昇ですね。で、今のところさっき言ったビックス指数の怪しい動きがないんですよ。ということは、底堅い動きをアメリカ株はまだしてくるんじゃないかなって予想します。で、ナスダックに関してもそう。ナスダックのビックス指数。これの MACD もデッドクロスを組んでるので、ここもまだ怪しい動きしてないですよね。やっぱその、急落するのに必須条件なんで、VIX と MACD、デッドクロス形成、ゴールデンクロス形成というのは、デッドクロス形成は上昇のための必須条件ですよ。必ずと言っていいほど、上げ下げの時は、ここのゴールドレンド転換っていうところが、必須条件として成り立つと成立するので、しっかりとそこはね、見ておいた方がいいんじゃないかなっていうふうに思うかな。で、ラッセル指数は逆に 0.28% 下げですね。中国型株、アメリカの。で、ちなみにグロース株とバリュー株、アメリカどっちが強かったのかっていうところに関しては、グロース株です。これ GV 倍率ですね。上がると、米国グロース株が優勢で、下がるとバリュー株優勢だよっていうふうに判断する指標は、ボトムアップしてるので、アメリカもバリュー株よりもグロース株優勢なんですよ。まあ、アメリカの金利が今低下しましたからね。はい、アメリカの雇用統計を受けて、15万人の雇用に、予想反する、まあ、弱いし雇用ですよね。15万人っていうところと、失業率も、先月と比べると悪化したってところで、アメリカの金利が下落、まあ、バリュー株からグロースシフトっていう流れが出てきてると。その流れが日本の方にも入ってるんですよ。日本の方にも。全体的にやっぱしアメリカが中心なので、はい。アメリカのね、このグロースシフトっていうところが日本株の方にも影響してるのかなと。で、セクター別騰落率で見ると一番下がってるのがエネルギーセクター。当たり前ですよね。原油が77ドルまで下がったんで。で、マテリアルセクターであったり、不動産セクター、ユーティリティ、工業株、金融株。まあ、ここあたりが若干下がってると。で、逆に上がってるセクターが、これが一般消費財 1.19% 上がって、インフォメーションテクノロジー情報通信業はダブルボトムのネックライン、ここの高狙い抜けて1本トレンド出ました。で、コミュニケーションサービスセクターも断続的なゴールデンクロス形成が、まあ、ここあたり見えそうなので、ちょっと強そうだよね。この水色5日移動平均線75日、この水色が、この青が50日、黄色が25日移動平均線。まあ、ボリンジャーバンドの中央線はこの赤のラインなんだけど、5日と断続的にドンドンドンってなんかクロスしそうじゃないですか。だったら、まだちょっと強含む可能性を意識、
生活必需品、ヘルスケアって感じかな。まあ、上げ下げしてるエネルギーセクターだけかな。その他のセクター大体、まあ、切り返してる。まあ、マテリアルセクターも弱いけど、切り返してる形なので、一部セクターが弱いですよね。じゃあ、個別銘柄の動きを見ましょうと、昨晩上がったのがユニティソフトウェア。まあ、これ決算近いですね。ウーバーであったり、ウーバー強い。アドビも強い。ブロック、仮想通貨関連ね。クラウドストライク、カーニバル、インテル、スナップチャット、セールスフォース。まあ、今のところ怪しい動きしてないかな。で、逆に下がってる銘柄は、ジェネラルモーターズ、シェブロンであったり、アルコアであったり、エクソンモービル、あと、その重機系、キャタピラ、うん、ボーイング、ウェルスファーゴ、アムジェン、バンコムアメリカ。まあ、ここ見たらバリュー株だよね。で、上がってるのが、まあ、グロース株だよね。って感じかな。中心のところ、アマゾン 2.13% 上昇で、まあ上昇方向にバンドオフ中です。強いよね。メタ。ここも 0.96% 上げでしょ？アップル 1.45% 強い。アルファベットもまあ、ボリバーの調整25日まで上がって、ここあたり転換点になるかどうか注意。マイクロソフトの上昇方向にバンドオークなんで、ここも強いっていうところで、アメリカのガーファムは強いんですよ。で、テスラ 1.33% 上昇でここも上がっていて、あと NVIDIA 0.45% 切り返す流れ。全体的に中心のから強いかな。なんかまだその怪しい動き方してないっすよね。まあ、アルファベットが、ちょっとまだね、大きく急落した分、今、重要なラインタッチしてるから、今晩どうなるのかなぐらいで、その他の、まあメタもそうかな。で、その他のやつはまあ別に、って感じ。って言ったらあれなんですけど。で、ちなみに他の市場見ましょうか。中国マーケット小幅に反落ですね。香港、ハンセン、深セン。で、あとその上海総合指数も 0.16% 下げです。はいはいはい。ユーロストック50は下落。欧州市場ですね。まあ、原油が下がってるんで、ちょっとそこはポジティブかな。で、ビットコインが531万まで上げてます。リート指数、日本のリート、アメリカのリートはこんな感じ。あ、ちなみに PBR 一倍割れ銘柄、解消推進 ETF は下落ね。弱いんでね、今ね。やっぱ配当月、まだ先だからね。3月、2月、3月ぐらいからまた持ち直してきそうな感じもするけど。安定資産であるゴールド。金は今1968ドル。まあそうっすよね。うん。まあ上がってたんで、もう今の中東情勢とかまだあるんだけど、一旦のそのリスクオフのシナリオは回避されつつあるので、アメリカは強いですよね。前から言っている7項目、もう一回復唱しておきましょう。リスクオフの条件、安定資産である金であったり、債券であったり、あとビットコイン、仮想通貨買われるデジタルゴールドね。有事の円買い、ドクターカッパーの下落、ビックスのマックディゴールデンクロス形成で株が急落。はい。その7項目のうち、今何が、成立しているのかっていうと、債券買いと、ビットコインの上昇と、有事の円買い。これ、有事の円買い入ってないじゃないですか。で、ビットコインは上昇してるんで、そっちは資金入ってるよね。債券買われちゃってるよね。利下げの予想が前出しになってきたから。うん。こんぐらい、この二つぐらい。農家有事の円が入ってるわけでもないし、ドクターカッパー、銅先物も上がってるし、景気が良くなると物が作られるので、物が作られるイコール銅が使われるんですよ。銅価格の上昇、景気が悪くなる、物が作られません、作られなくなる銅の下落っていうのが一般的な考えとしてあって、で、中国経済すごい銅価格って依存するんですよね。で、これ中国マーケット今上がってるんで、銅も上がってるから、そこあたりも排除。で、WTI 原油がやっぱ下がってるところがやっぱしでかい。マーケットとしては。やっぱその、9月の20日ぐらいかな？ 9 月からのアメリカ株とかの急落。あれは全部原油が悪さしたんで、原油急騰、金利上昇、円安加速、バリュー、相対的に金利が上がっちゃったんで、後輩取り回り銘柄であるバリュー株がアメリカの方で全部投げられました。まあ、グロース株も途中から売られてきたけどね。で、欧州市場も崩れました。原油が上がって金利予想が上がったから。っていうところで、全体的にやっぱその、今回の起点っていう風になってる。まあ、9月からの下落の起点は全部原油なんで、これが下がってきてる。77.33 ドルまで下がってるところに関しては、ポジティブではある。ただ、欧州先物手口ですね。欧州系のファンドの先物手口はちょっと注意かな。
なんでかというと、サウスの損益分岐点割ってるからですね、今ね。確か82、3ドルぐらいだったと思うんだけど、サウジアラビアにとっては美味しくないんですよ。なので、先物手口で欧州系のファンドから売りが出てたりとかすると、もしかするとエネルギー、オイルマネーが市場に流れ出てるっていうか、はい、吸収されてしまってるっていう風に考えられるので、キャッシュ戻されてるという形があるので、そこは押さえとって見とってほしいから、意識して。先物手口結構ね、重要ですよね。欧州系のファンド、やっぱサウジ系、のマネーが結構そこから流れてきたりするのかなというふうに思うんで、いろいろと世界でサウジマネーとかって分散されて配置されてると思うんですよ。欧州系のファンド、金融機関だけじゃなくて、例えばアメリカ系の金融機関であったりとか、いろいろとこう資金が分散されてると思うんだけど、立地的にやっぱし一番近いのって欧州じゃないですか。だったら基本的にはやっぱそっち系の、ね、金融機関から手口っていうのは出やすいのかなっていうふうに持論持ってるので、皆さんもそうだと思うんですよ。遠いところにお金預けないでしょ。どっちかっていうと、より近いところにお金預けるじゃないですか。そういうところをひっくるめて、やっぱし、欧州系なのかなっていう感じがするかな。うん。なので、現状のマーケットの動きを見たんですけど、日本株乱高下変わらんですわ。悪さをしてるのは需給。日常の倍率、個別銘柄ごとの需給が悪い銘柄は、やっぱしまだ上値は重たい。売り上がり戦法は必死。まあ、必ずやっててほしいかなというふうには思いますね。で、年末安のところの予想に関しては、依然としてまだ僕は否定しているわけでもないので、メインシナリオとして12月は下げてきそうだなっていうのを意識してやってる。だから売り上がり推奨してる。まあ、上がってくる可能性も一応あるからね。だからその一物売っていきましょう、売り上がっていきましょうっていうふうに話しているし、全部が全部売られるというわけではないと思うんですよ。だから、ワンチャン来るかもしれないバーゲンセールに向かって、しっかりと、まあ、オールインはね、せずに、だってもう年末近いから、いい年越し迎えたいじゃないですか。残り2ヶ月ですよ。はい。2ヶ月もないか。そこまで無理することなく、ラストね、1日、2ヶ月か、まあ、駆け抜けてもらえたらな。まあ、ラスト1ヶ月はちょっとね、抜く程度でもいいと思うけど。っていうふうに思ってます。はい。そんな感じですね。なので、また動きがあったらすぐに YouTube であったり Twitter 上配信していくので、最後によかったら、僕のチャンネル登録と、あと Twitter のフォローしておいてもらえると、X のフォローね。X は速攻こっちから出すからね、X からね。フォローしてなくて、情報つかみ取れなくて、何かに巻き込まれたって言っても僕はどうしようもないんで、必ずね、皆さんこっちのフォローも必ず取ってください。あとメンバーシップテクニカル分析の勉強会もやってるから、もし今以上に力をつけたい人がいたら、そちらの方も検討してみてください。オクトレも出てるからね。何人かね。よろしくお願いします。お疲れ様です。撤収。